79年前に太平洋戦争末期の沖縄戦で旧日本軍の組織的な戦闘が終わったとされる慰霊の日です。沖縄県糸満市では追悼式が行われています。沖縄戦最後の激戦地となった糸満市摩文仁の平和記念公園では先ほどから全戦没者追悼式が始まっています。朝から強い日差しが照りつけ会場はテントの中も非常に蒸し暑くなっていますが、式には一般参列者のほか岸田総理なども出席し、このあと正午から1分間の黙祷が捧げられます。慰霊の日を迎えた今日、沖縄戦の戦没者など24万人余りの名前が刻まれている平和の礎では朝早くから遺族などが手を合わせる姿が多く見られました。もう平和だね。もう平和になることに限るね。戦争反対になる。戦後79年が経過して戦争体験者が少なくなり、沖縄戦の記憶をどう継承していくかが課題となる中、沖縄は今日戦没者への鎮魂の祈りと平和に対して改めて向き合う一日となります。